キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、崖っぷち選手、横浜 DeNA ベイスターズ編です。はい、視聴者多いですから。はい、ベイスターズ関係者視聴率、あ、関係者視聴率、うん、はい、うん、皆さんよく見てくれてると思う。はい、崖っぷちは厳しく切り込んでいきたいと思います。お、厳しくいくんですね。厳しく、めっちゃ厳しく、はい、うん、じゃあピッチャーから。はい、崖っぷち選手こちらです。はい、小園健太。おー、3年目ドラフト1位です。そうですね、高校卒業して3年目、はい、うんうん、早いんちゃんっていうかも、うん、そうですよ。なんかまだいいんじゃないですか。もう崖っぷちです。え、もうですか、うん、メディア崖っぷちです。注目されなくなっちゃう。いや、もうそろそろ頑張んないと、うん、だって入る時は子供一番いいんちゃうかと、うん、ピッチャーの中で、うん、いや、これ早く出てくるんちゃうかみたいな感じで言われてて、はい、1年目とか結構ニュースにもなってたし、うん、でまだ2年目もなってたけど、うん、もうあんまりニュースに引っかかってこなくないですか、普通に生活してて。そうですね、うん、見てる人は出てるかもわかんないけど、はい、うんうん、これ普通にプロ野球をチェックしてて、はい、そんなもんダイレクトにバンバン小園小園って来ないじゃん。まあ、12球団幅広く見てると、うん、まあ、小園って来ないですよね、うんうん、もうそろそろ頑張んないと、うん、メディア崖っぷちです。そうですね、注目されなくなります。ちょっとこう出てきてほしい感じはありますよね。しかも3年目、うん、ビッグネーム、はい、うん、もうそろそろね、うん、1年間ローテーションで回れとかまでは言わないけど、はい、そろそろ1軍で、うん、最低でも10試合ぐらい先発しないと。そうですね、だからこう一軍でまず見たいですよね、うんうん、しかもね、うん、今年なんて今穴がいなくなって、はい、でひょっとバウアーの去就次第っていうところもあるけど、うん、先発2人もいなくなってるんだから、はい、めちゃくちゃチャンスですね。ね、うん、でもこう本当頑張んないと、うん、あの注目されなくなります、はい、でも注目されなくなってもですよ、いずれグーンって出てきたら、うん、その時注目されるじゃないですか。スーパースターはメディアが作るんですよ、はい、うん、あのスーパースターって自分じゃなれないんですよ、はい、だ結局ね、うん、今のメジャーのニュース見ててもですよ、うん、結局報道されてるの、うん、大谷だけだから、ね、もうほぼスポーツコーナー大谷さんですよ、ね、うん、で山本もしてんじゃんって、はい、あれドジャースに山本いるから、うん、ついでに放送してくれてるだけだから、ね、うん、あれもし山本がマーリンズとか行ってたら、うん、ほぼニュースになってないからね。確かにカメラなかなか行ってないかもしれないですね、行ってない、日本のカメラ、うん、だって他だったら鈴木誠也や菊池とか、うん、いや確かに出てこないですよね、うん、ニュース前剣とかも含めて、うん、そ、新聞とか見てたら出てるけど、うん、テレビとかほぼ出てこないからね。いや、そうなんですよね。だからほぼほぼもうスーパースターはメディアが作る、メディアがこの人スーパースターにしてあげようと思って、うん、食らいついて報道する人がスーパースターになれるわけで、はい、うん、自分の力ではスターまでしかなれない。なるほど、こいつ金になるってメディアから思われないと、うん、スーパースターになれない。そっか、実績は自分でもちろん作れますけど、うん、それに付随する人気者スター、スーパースターにはメディアが作るわけですか。つかないとなれない、うん、なれない、うん、ハンカチ王子だって、うん、あのハンカチにメディアがピックアップして、うん、もちろんね、甲子園で優勝したもあるけども、はい、それにピックアップして、うん、行ったからなるわけじゃんね、はい、うん、そうですね、うん、あれ誰も言わなかったら、うん、何も来てないと思う。だから結局はメディアが作るから、はい、メディアがついとかないとスーパースターになれないんだよ、うん、だからついてるうちに頑張るとどんどん放送してくれるから、うん、スーパースターになっていくんだけども、はい、小園ももうそろそろ頑張らないと、はい、いや、そろそろ一軍で投げてほしいですね、うんうん、で続いて、はい、こちらです、はい、山崎康明。おお、これは、はい、抑えの崖ってことですか。そうだね、うん、どうすんだっていうね。そうですね、でもね、うん、守護神で山崎がいる方が強いと思うんだけどね、 DeNA、うん、まあ、そこで抑えるっていうのがいるけどね、はい、大前提ね、うんうん、でもなんか守護神で山崎が頑張ってる時の方がなんか強いイメージあって、山崎が守護神からいなくなると、うん、なんかバタつくなっていう印象が俺にはあるけどね、うん、はい、だって西武があと23セーブで迷宮回だからね。お、だから守護神でいれば1年でいける数字だからね。今227か、うん、うん、ここでここ、まあ、いけるよっていうところ見せないと、うん、もうその後守護神決められちゃうから、はい、それで流れていっちゃうじゃん、その選手が活躍したら、うん、はい、だからちょっとここは勝負なんちゃうかっていうね、うん、守護神に向けてやっぱ迷宮回いけるかどうかでかいからね、うん、今だって4人しかいないからね、はい、250セーブ以上、
え、4人しかですか。さあ問題です。はい、4人誰でしょう。あ、待った待った、250セーブ以上、迷宮回、はい、岩瀬さん正解。藤川さん残念。松井裕樹投手入ったんですよね。残念。あれ、待って、はい、250上げてないか。佐々木さん正解。あと2人。ちょっと待って岩瀬さん、佐々木さん、これやっぱソラネプリーグ出てもそら最下位やろな。ちょっと待ってよ。まだ出てこないよ。しかもこれ野球の問題なのに。ちょ、先生ヒント、いい感じのヒントちょうだい。いい感じのヒント。じゃ、いい感じは一、はい、人は去年達成しました、はい、ああそうっすね、うん、増田投手。残念。あれ、ちょっと待って去年達成した。もうちょっと分かんなくなってる。もう去年の記憶なくなってる。一人は去年達成しました。はい。一人は監督をしたことある人です。高津さん。正解。はい。高津さん、すぐ出てこない。出てこなかった。あと一人。あと一人。去年。うん、去年。え、プロ野球ニュース、もうクビですよ。西武、ロッテ、平野投手。正解。あー、出てきた。その4人しかいないんだ。そうそう、平野ね、うん、あの岩瀬さん以外は日米通算だけど、はい、で5人目ってなった時に、うん、あと松井裕樹が、はい、あと 2,30 個ぐらい、うん、そうですね。で、はい、増田も 2,30 個ぐらいで、うん、で山崎康明も20何セーブだから、はい、そうだそうだそうだ、だからここ3人が今年いけるんちゃうかっていうところで、うん、言えましたね。言えました。うわ、平野投手ごめんなさい、本当に。っていうところでね、はい、うん、山崎康明も、はい、まあ、チャレンジしてほしいからね、うん、まあ、でもちょっと崖っぷちだね、うん、守護神に向けてはね、守護神崖から落ちる可能性も十分あるからね、はい、うん、うん、まあ、頑張ってほしいです。続いて、はい、森唯人。あ、まあね、ソフトバンクにから、はい、DeNA に移ってきたっていうところでね、はい、まあ、先発ね、本当2人いなくなってるからね、うん、はい、まあ、先発でやるっていうところでね、うん、でまあ、ここまでね、日本ハムと広島の、練習試合投げてるけども、はい、もうどちらも失点してないっていうところでね、うん、まあ、チャンスあるからね、枠空いてるし、はい、そうですね、うん、どこまでいけるか、うん、まあ、徳島の後輩だからね、うん、頑張ってもらいたいっていうところと、はい、それに付随して、はい、もう1人、うん、浜口春弘。浜ちゃんももう先発の崖ってことですか。ローテーションの崖。もう10勝は 1,、はい、1年目だけだからね。あ、そうなんだ。あと4勝6勝6勝5勝8勝3勝だから、まあ、今だからね、バウアー抜けて、うん、ここはまらないと、うん、もう本当に、うん、他人までしか投げませんよみたいな感じになってくるから、うん、これはちょっと勝負がけだね。はい、うん、そうですね、うん、頑張らないとローテーションからも入れなくなってしまうと。そう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 、うん、で続いて野手。はい、野手はね、うん、こちらです。はい、林拓磨。おお、え、まだ2年目とかですね。うん、2年目。はい、これうまくいけば、うん、ポジション取れると思うね、ショート。はい、ここまでもいい感じで頑張ってるしね、はい、練習試合含めてね、うん、でもう一人が柴田達弘。おお、これ配信抜かれちゃうともうポジションなくなっちゃうから、ね、はい、あとルーキーのね、うん、まあ、井上とかね、うん、ルーキーだから使ってくれる可能性もあるしね。ショートで言ったらあと森選手は、そうだね、うん、まあ、怪我から復帰してきて、あと大和とかもいるけどね、はい、うん、だからそこら辺がやっぱ生き残っていかないと。で、まあ、林はね、まあ、2年目だから、はい、うん、まだ若いけども、ここでハマったらね、はい、他を寄せつけないっていうところもあるし、うん、柴田はね、もう30歳だから、はい、抜かれちゃうと、うん、もう本当にポジションなくなっていくからね、はい、ここは勝負になってくるんじゃないのかなっていうね、はい、でしかももう誰もショート生まれなかったら、うん、来年明治から、はい、森山君来るからね、あ、一歩間違ったら。もう取りに行っちゃいますか。キャンプ来てたもん、明治の大学の関係者の人たち。おー、まあ、サブとかね、はい、OB もいるからね、うん、っていうのもあるけども、うん、はい、あるからね、うん、崖だね。そうですね、完全に。確かにここのとこずっとハマってないですからね。ここでもハマればね、はい、無念を取らない可能性も十分あるし、うん、あ、いけるから他行こうかは、まあ、あるわけじゃん、はい、うんうん、そういった意味も込めては、まあ、ここは、まあ、あとはこれか、石上ね、ルーキー、徳島じゃん、石上大輝選手、うんうん、もあるから、まあ、そこら辺の競争になってくるけども、はい、まあ、この2年目のアドバンテージの林ね、うん、そして30歳の柴田、こう頑張んないとね、はい、本当にポジションなくなりますよっていうね、うんうん、ところでは勝負かなと。であとはこちらです、はい、今ね頑張ってるから、うん、勝俣敦。おお、6年目、はい、
ね、23歳、うん、やっぱ渡来君来てるから、はい、ってなったところで、うん、渡来がポジションを奪うんちゃうかみたいな今報道で言えば、うん、渡来君スーパースターになれる報道されてるわけよ、はい、そうですね、メディアが食いついて、ね、めちゃくちゃ追いかけてますよね、うん、ってなった時に、はい、ね、レフト佐野、うん、ね、でオースティンがファーストらしいね、はい、うん、で外野渡来って、うん、なってくると一つしか後はいてないじゃん、そうですね、あと桑原なのか、うん、楠本ライトなのか、うん、とかね、関根なのかっていう ね、あと梶原なのかみたいなね、はい、あるところで、うん、勝間、はい、チャンス到来、うん、今めっちゃ頑張ってる、はい、しかもめっちゃ打ってる、うん、出た試合、うん、ほぼヒット打ってる全試合、めちゃくちゃいいアピールしてる、18日のロッテ戦1打数ノーヒットだけで、うん、あとほぼ全部打ってる、へー、これはチャンス掴めるかどうかの、うん、ね、確かに。しかも昨年ね、うん、2軍で105試合2割7分6厘ホームラン6本持ってるから、うん、でオフに支配下になってね、はい、さあここで野手転向だからピッチャーだったのかな入った時、あ、そうですね、うん、野手転向2年目なんだ、うん、去年が、だ今年3年目、これで掴めばね、うん、いけるやん、はい、うん、で1軍掛けのビッグチャンスを掴んでもらいたいなっていう、はい、まだ1、2軍ね、行ったり来たりの選手だからね、うん、そうですね、だ育成になってて、うん、それでオフに、このオフに支配下契約になったのかな、そうだね、うん、うん、はい、だチャンスあるじゃん、いや、そうですね、うん、一気にね、渡来に陰に隠れてるかも分かんないけども、はい、この勝間とかグッてくれば、うん、外野もね、はい、いい感じになるわけじゃん、うん、これで 1軍掛けだね、そうですね、うん、こ うまくハマれば本当開幕スタメンもね、うん、あるからね、はい、これはちょっと、しかも6年目だしね、うん、私まだだから1軍で出たことがないわけですよね、うんうん、しかもでもまだ若いからね、はい、6年目だけどね、高卒で入ってるからね、うんうんうん、でもこの崖をね、はい、乗り越えて、うん、どうなってるのか、このだからシーズン後が楽しみだね、そうですね、この勝俣林、うん、あたりはシーズン後楽しみだね、はい、でもしかしたらすっごい勝ち取って、うん、ね、おおみたいな、いきなりのタワマンいってるかもしれないし、可能性も十分あるからね、はい、もしくはやっぱ厳しかったかみたいな、ね、感じでもあるけども、うん、そこら辺はちょっとね、うん、楽しみに見たいけども、はい、逆にこの勝又とかね、はい、渡来とか林とかが勝ち取っちゃうと、うん、もうそこの裏にいる海老名とかね、はい、楠本とか、うん、上里とか、うん、もう奈落の外に落ちちゃいますよみたいなね、でも楠本選手も結構いいアピールしてますね、うんうん、内野だと京田とか ね、 、はい、ね、西浦とかね、もう落ちちゃいますよっていうね、はい、っていう裏にはいるけども、うん、この選手たちの頑張りはね、うん、まあ、楽しみだなっていうところがあるんでね、はい、はい、まあ、袴田さんも全員ね、うん、250セーブ以上言えたってね、よかった、はい、はい、次また問題考えてください、はい、やめてください、もういいです、はい。